ヤッホー、ベリーダンサーのタズコです。メロンジです。今日は6回目？はい。6回目です。じゃあ今日のリズムパターン聞いてみたいと思います。どうぞ。長めですね。今回はなんかポイントありますか？まあ、ずっとロールが続くんで、まあ、それに合わせてテンポも速くなっていくので、そのロールに合わせてそれについてきてもらえればですかね。いい感じのキーワードがありました。ついてきてもらえれば。ついていくっていう感覚って多分ダンサーさん結構必要な気がする。音楽についていくっていうの、なんかコントロールしがちじゃない。自分の気持ちがこうあるからこういう風に踊りたいのっていうのがさ、ただただ音楽についていく、音についていく、そういうイメージっていうか、そういう音の取り方っていいよね。じゃあ踊ってみたいと思います。だったでしょうか。踊りの解説をちょっとしていくと、ちょっと初めねザーみたいなリズムになってるでしょう。これ実際ちょっと違う、ザーのリズムと一緒違うかな。違うんだって。ザーはあれでしょ、そう、これがザー。さ、今回のはちょっと似てるじゃん。何が似てるんだろう。2拍子だからかな。かな。うん。なので、私はザーみたいな、ザーみたいじゃないやつっていう動きを取り入れてみました。なんかザーって前のムービー見てもらえるとわかるんですけど、こう縦にさ頭こう振る感じでしょ。じゃなくてこれを横にしてみた。ザーの時と一緒でチェストから頭に抜けていく感じで動いてます。チェストをこの場合8の字だね、8の字、横の8の字で動かした背骨の延長線上に髪の毛が飛んでくっていうイメージで動いてます。でその流れで次の音が変わってきたらヘッドターン入れてます。ヘッドを入れながらターン、これ多分ちょっとやったことない人は難しいかもしれませんけど、チャレンジできそうだったらしてみてください。難しかったら普通のターンで OK です。でここはね、長さが実は決まってなくて、なんかやるたびに違う。そうね。すいませんで、なんかその、うん、そうだね、時々の雰囲気で、うん、そう長くしたり、うん、ターンってやっぱりダンスの見せ場だと私思うんですよ。なんか意外とね取り繕うことができないシンプルな動きってターンだと思うんですね。でターン下手くそだと、あ初心者なのかなとかってすぐバレちゃうような
怖い動きだと思うので、しっかり綺麗にね自分の軸を持って回ってあげるといいなって思うのと、やっぱり花形っていうのがあるので乗っちゃうと長くなるよね。気持ちよく回っちゃうと気持ちよく叩いてくれるし、うん、ターンってそういうもんだと思う。だからこの辺は多分見てくれてるのかな、叩いてる人が。そうね、さっきは見てなかった。ライブだとね、ちょっと今怖いんで、こうなっちゃうんで。そうですね、こういう感じで、はい、届けてるので。ライブの時は、うん、ライブの時、今はね2人してこっちに向かって演奏したり踊ったりしてるけど、実際のライブってこういうことをしながらこうしてるなんかイメージだよね、うん、ここでもやり取りしつつ向こうのお客さんともやり取り感じたり、なんかいただいたりしながらやってるので、ちょっとまたなんか YouTube の感じとは違うエネルギーの交換になってるから、なかなか再現、ライブ感を再現するのは難しいんですけど、そうライブだとこうちゃんと見てくれてるので、あしんどそうだなとか、あんまりいまいちだなと思ったら早々に切り上げてくれるし、あいいなと思ったら長めに叩いてくれるので、その時はもう多分だんだん走りがちだよね、ここ勢い乗るよね、ズワーってだんだん速くなってて、だんだんちょっと回るのしんどいな、速くねって思う時がたまにある。僕もそんなに限界を迎えると早く していけないそう、お互いの限界を超えるちょい前ぐらいの心地いいところでアップしてるのかな。でそこからのロールみたいなアクセントがあるロール、ちょっとこうやってダカ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 ってこうなんかアクセントがあるじゃん、強弱があるっていうの、それに合わせてチュチュっていう動きをしながらこうアップダウンつけてる、ダカ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 ダっていうやつをしながら、今こっちちっちゃいからもうほんとこの辺で踊ってるんだけど、大きなステージだったらそれで結構まあまあ大きめにいろんなところ行ってるかな。でも遠くに行き過ぎないぐらいでやってます。で、ちょっとネタバレしちゃうけど、次のセクションで大きく動くっていうことをやっていくので、その大きく動きますよっていうプレパレーション的な準備っていうことで、少しアクティングエリアを広く広く広くしていって、次のセクションでバーンって大きなエリアで踊っていくっていうイメージで構成しております。そんな感じですかね、今回は。じゃあまた来週。